今ね、マイナポイントの、浜松市のね、キャンペーンのやつが登録できた。やった。これで 30% 分がね、戻ってくるということになるはずなんだけどね、一応ちゃんと登録しておくってことになってるから。今何時になった？ここに時計があるからね、時計を見に来た。もう2時かよ。早速ね、楽天エディでね、楽天エディと紐付けをしたんでね、要するに、その何で受け取るかっていうのを、そのキャッシュレスのね、キャッシュレスの何で登録するのかっていうのを、まあ、何で受け取るのかっていうのを、まあ、まず登録しなきゃいけないのよね。だから、そこがね、まずね、わかんなかった。要するに、乗車名を書いて、それであと、QR コードなのか、電子マネーなのか、クレジットカードなのかみたいな、それをまた選ぶわけよね。なんで、その入力の仕方がわかんなかったのよね。その一番最初に書き込む、ところに、楽天エディってもういきなり書いてあったわけよ。楽天エディで受け取るから。で、楽天エディって書いて、電子マネーじゃない、QR コードかな。まあそんなことで、まあチェックリストに、まあ何でもね、とにかく全部にチェックリストに入れて、検索したら、該当するものがありませんってなるわけよね。だから、どういうことみたいな風になって、楽天エディで受け取らなきゃ、どうすんのよみたいな風になって、で、よく考えたら、あ、楽天エディじゃなくて楽天だけでいいのかなと。その業者名だから。で、その中のクレジットカードなのか、QR コードなのか、何なのかみたいな風な風になるわけだから、とにかくまずは楽天だけでいいのかなと。いう風に、まあ、入力したら大丈夫だったと。楽天で、まあ漢字でね、楽天で入力して、その後に、まあ、ちょんちょんちょんとね、その QR コードとかに入れて、それで、検索したら、楽天エディっていうのがパッと出てきたと。おっと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 。歩車分離。車両なんだけど、一応やっぱ横断歩道だよな、ここはな。で、今、駅前に行って、京林道で、お買い物をしてみると。それが反映するのかどうなのかっていうのはね。ただ今ね、そのやったことがあるっていう、まあ、市役所の職員さんというかね、市の、多分あれは OB みたいな人なのかな、嘱託なのかな、よくわかんないけど。もう定年過ぎたような人だけど、その人がもう実際買い物をしたと。買い物をしたんだけども、全くそのメールアドレスもね、登録できるようになってるんで、メールアドレスを登録して、その連絡をもらえるように、したんだけども、要するにその連絡が来ない、何も言ってこないと。で、ポイントも、なんかもらってないと。だから、後付けでポイントがつくみたいなのよね。リアルタイムに反映されるわけじゃなくて、普通楽天ポイントみたいなのっていうのは、全部リアルタイムで、出てくるみたいなんだけど、出てくるんだけどもね、楽天ポイントはほぼだよな。後から来るってやつもあるからな。だから結局ポイントが、要するにどういうことかというと、またこれもね難しいというかよくわかんなかったのは、2000円、上限2000円の、2000円までで、トータルで
2万円までみたいになってるわけよね。だからその意味がよく分かんなかったのよね。どういう意味なのか。そしたら聞いてみたら、要するに1日2000円分が、戻ってくると。だから 30% だから、要するに7000円ぐらい買い物したら、その 30% 分の2000円3721だからね、7000円買い物したら、30% の2100になるんだけども、それが2000までしか返ってこないと、1日ね、1日に対して2000円までで、トータルで、要するに、今月末まで、期間のね、最終日まで、1月31日までに2万円まで、2万ポイントまで、2万まで返ってくるというのが分かった。だから7000円買い物して、7000円買い物して2000円ずつ1日ね、ポイントをもらうとしたら、10日間で2万ポイントになるから、それでマックスになると、到達してしまうと。なんだけども、3500円買い物すると1000ポイントぐらい返ってくると。そうすると20日がかかると。いや、これ結構あれだな、本当。結構な買い物をしないと、マックス2万ポイントもらうってなると、結構なマックスだな、結構な買い物をしなきゃいけないな。こまめに、毎日毎日。まあ、まずはとりあえずカキピーだな、京林堂通いだな、楽天エディオが使えるって言ったら京林堂、楽天エディ使えるとこって他どこあるんだろうな。ああ、田町のローソン寄るの忘れた。楽天チェックインを。このおじさんよく見るね。頑張ってるね。ウーバーイーツ。よし、楽天チェックイン。まあ、もうじきね、電源切れちゃうかもしれないけど、とりあえずやっていこう。相当な計算をしていかなきゃいけないで、なおかついくら買ったのかっていう買い物を全部チェックしていかないと、その 30% 分で何番いくらもらったのかっていうのをね、1日2000円。これ人数いたら人数分できるわけだから、今ね、要するに、
南区民だけども、市役所に行ったのね。要するに南区役所が遠いから行ってやったんだけども、一人で二人分やったのね。同居している人も含めてね。まあ要するに母親の分ね、二人分や、一人で僕がね、僕が全部やって登録したんだけども、要するに二人家族の場合は4万ポイント返ってくるっていうことなんだよね。4万ポイントってことは、4万ポイント返ってくるにはいくら買い物しなきゃいけないわけ？21万。4万ポイントって4万割る 0.3。12万。いや、2代目ってこれ、ドコモか、ドコモじゃない、楽天。1ポイント1ポイントだ、まあ、そんなもんでしょう今日は。今日は松本清もできると思うんだけど、4万でしょ、4万割る4万かけるなの、3でかけると3、4、12万。あ、割るか。4万割る3、1が3、3、4、12、3、1が3、サザンが9、13万。14万だと3、1が3、3、4、12だもんな。13万5千ぐらいなのかな。3、1が3、そうだな、それは1ヶ月じゃそんだけ買い物なんかできないわ。毎日毎日ほんと家がカキピーだらけになっちゃうな。カキピーだけじゃなくて、ノンアルコールビールどうなんだろう。